今回は、日本とフィリピンが防衛装備の移転協定に大筋合意、という報道から、両国政府の関係者によると、日領政府は、自衛隊が使用していた中古装備を、フィリピン軍に供与することで、大筋合意する方向で、調整に入ったそうです。マニラで開かれる APEC の、首脳会合の後に締結が、発表される見通しで、日本が供与する装備が、両国の協定に明記されることはないようですが、海自の練習機、TC-90、や、対潜哨戒機、P-3C、が、候補に上がっているようです。中国との領有権争いに、巻き込まれているフィリピン。日本からの救い、今回は、日本とフィリピンが防衛装備の、移転協定に大筋合意、という報道から、両国政府の関係者によると、日領政府は、自衛隊が使用していた中古装備を、フィリピン軍に供与することで、大筋合意する方向で、調整に入ったそうです。マニラで開かれる APEC の、首脳会合の後に締結が、発表される見通しで、日本が供与する装備が、両国の協定に明記されることはないようですが、海自の練習機、TC-90、や、対潜哨戒機、P-3C、が、候補に上がっているようです。中国との領有権争いに、巻き込まれているフィリピン。日本からの救いの手に、記事には感謝の声が数多く、寄せられていました。よろしければチャンネル登録をお願いします。スマホの方は動画の下のチャンネル登録からお願いします。